はい、訳ありダイエット僕まこねえです。今週最後と言ってもそうだ今は5月24日かな、24かな、え、どうだったっけ、ごめん、25日の25日のなんだっけ今3時50分。いつもは、もう1時間後ぐらいに出勤してるんだけど、今日は早めに出ます。というのは、今日ね、ちょっと、いつもね、最近帰りに歌いながら帰って、まあ、1日ね、1回、2回は全力で歌おうみたいな。で、そう、歌ってないとやっぱり声が出なくなっちゃうからっていうことをしてます。そう。まあ、それで、今日ね、仕事終わってから、ちょっと急いで帰ってきて、急いで帰ってきてもね、土手の上で、で、火事の上ででっかい声で歌ってるんだけど、そう、帰ってきて、ちょっと準備してお出かけする都合があります。まあ、今日はデートじゃなくて、今日は女の子と、ちょっと、女の子というか、まあ、インタビューの、アポ取ってて、そのインタビュー、そう、に行くっていう感じで、ちょっと早めに帰っていこうと思っているから、まあ、誘惑のもとは全部断ち切ろうということで、早めに行って、いつもの隠れ家的な林の中で、ちょっと歌を歌おうと思ってます。まあ、そんな感じで出てきたんですけど、今日は寒いね。寒いんだけど。そう。まあでも、今日もウェイトチョッキを、ウェイトベストを着ながら、チョッキのウェイトベストを着ながら歩いてるので、まあ、まあ、10分、20分もしないうちに暖かくなってくるんだろうけど、そう、今、外出たばっかのこの瞬間は、ものすごい寒い。1ヶ月ぐらい戻ったんじゃないかってぐらい今日寒い。さて、今日はどんなお話をしていこうかなと思ってるんですが、まあ、さっきまでね、毎週金曜日の15時から配信してる、映画は大人の教科書の収録をしてました。うん。今週金曜日、今収録してるのは25日だから、明日から公開の、長岡市の映画の収録をしてたんですけども、そう、なんかね、ゴールデンウィークのフェスティバルシーズンが終わって、ようやくなんかちょっとね、レアというかマイナーというか、まあライト層はなかなか見ないかもなっていう感じの、なんだろう、映画ファン向けというかね、映画ファン向けというか、まあ、マニアック、いや違うなそう、まあ映画好きって人が、見るような映画が中心になってきたラインナップで、そう、なんか今週のね、映画はね、どれもね、面白そうだなっていうのが多かったですね。うん。まあ、このフェスティバル期間というか、そう、こんなの、まあ、ぶっちゃけね、こんなのって言ったらなんだけど、いや、どうなのみたいな。いや、さ、もちろんね、みんなが見るようなさ、作品面白いんだよ。面白いし、でもなんかね、なんだろう。私の見たっていう満足感だけで終わっちゃうような映画が、なんかね、見てもね、なんか、見てね、面白いね、面白くて満足感はあるんだけど、でもなんかね、心残らない映画っていうのが、まあ私はね、そう、ちょっとね、後から思うと退屈なのよね。で、まあ、フェスティバルシーズンとか対策って、割合とね、そういうね、本当、私のに刺さらずに通り抜けていく作品が多いわけよ。そうそうそう。うん。まあまあまあ、そう、そういう映画が多いわけよね。そう、どういう映画がそうなのって言われたら、まあ、なんだけど、まあ、みんながまあ、イメージできるところで言うと、まあ、コナンの映画なんてそうね。コナンとかワンピースとか、うん。コナンとかワンピースはもうほんと通り抜けていく。面白いんだけど通り抜けていくっていう感じで、で、スラムダンクとか、そう、スズメの戸締まりは、まあ、いいも悪いも、好みもあるよ。いいも悪いも突き刺さるよね。そう、後から考える部分いっぱいある。そう、うん。
そしてね、本当面白いんだけど、まあ、コナンはね、後からまあ考察の違いもあるかもしれないけど、でも私ね、アニメの考察というか、まあ、人の考察聞くのは好きだけど、自分で考察するのは別に、まあ、あんまり興味ないけどさ。そういう意味ではね、コナンも私はね、スーッと突き抜けていくみたいな感じなのよ。そう、正直ね。そう、まあ、だからさ、そう、まあ、私がさ、これどうなのとか言ってたさ、スーパーマリオのね、映画は、まあそこそこヒットしてるみたいだし、うん。まあ、でも私がね、スルーしたのは、まあスーパーマリオの映画も、まあ、まあ突き刺さるところはないだろうな、みたいな感じだったので、まあ、スルーしたんだけど、うん。そうね、刺さらない映画はね、そう、まあ、見たら面白いんだよ。で、続けて見てたりすると、また見たくなっちゃうしさ、多分、映画立ちしてるって言っても、なんか最近ちょっと見たいのやっぱりいっぱいあるから、まあ、厳選して見に行くと思うんだけど、そう、そうね、そう、今私迷ってるのは、まあ、セーラームーンの劇場版を、まあ、見るか見ないか。二部構成でしょう。しかも同じ月。見るかどうか。まあね。多分さ、もうセーラームーン、これまでの生態、集大成じゃない。そう、もうほんと、そう、うん。ほんとね。絶対最後素晴らしい終わり方するんだろうな、と思えば思うほど、みんな映画館で見たいなと思う反面、これも突き刺さらないんだろうな。刺さらない映画なんだろうなと思うと、刺さらない映画はさ、ぶっちゃけさ、アマプラでいっかってなっちゃうんだよね。そう、うん。まあそういう意味じゃ、セーラームーンを見に行くべきかどうか。いや、セーラームーンを行くんだったら、まだね、まあ、6月1日、に、ターを見に行こうかな。ターはきっと突き刺さると思うんだよね。私のハートにズズズズズと。そう、もうほんと。だからまあ、ターは見たいけど、ターも見たし、コナンも見たいけど、あーみたいな感じで悩んでる。そう、まあ、突き刺さる映画、突き刺さらない映画あるけど、まあ、音楽もそうだね。音楽はさ、ちょんと、なんだろう、自分の好みは、まあ、どっちかというとね、そう、音楽の好みはね、まあ、どうだろうな。まあ、何でも聞くけどね、好き嫌い、ジャンルによって好き嫌いとか、人によって好き嫌いっていうのは全然なくて、機会があれば何でも聞くけど、そう、なんか、トータルすると、どうだろうな。詩を優先にして聞いてるような気がするな。そう、うん、詩を優先に見てる気がするな。うん。そう。でも、多分私の好きな曲とか、歌ってる曲は好きは好きだけど、もっともっと好きな曲はいっぱいあって、もっともっと好きな曲は、どっちかというと、マイナーすぎて誰も知らないみたいな。そう。うん。私はね、ボーカリスト、ジャズボーカリストになりたくて、歌の練習してるわけで、誰も知らない曲歌ってもね、っていうところもあるわけよ。そう。まあ、だから、まあ、歌ってる曲は、まあ、好きは好きだけど、もっと好きなのあるけど、みたいな感じの方が多いかな。そう。あ、やっと体が溜まってきた。そう。で、まあ、アニメもそうね。そう、面白いんだよ。アニメ面白いんだけど、ズズズズズって突き刺さるかって言ったら、そう、アニメもやっぱ刺さるものと刺さらないものがあって、そう、うん。まあ、刺さるものは面白いんだけど、突き通っていくものも面白いし、刺さるものはもう、ね、もうさ、面白い面白くなくて、ずっと忘れられないみたいな感じの映画になるわけよ。そう、まあ、例えばさ、コードギアスなんてそうだね。コードギアス反逆の粒子なんてそう。うん。なんてそうだし、そうね。そう。まあ、コードギアスが出てくると、まあ、年バレそうと、まあ、バレててもバレてるけどね。そう、永遠の43歳なんで。うん。
まあ、コードギアスなんかさっさの忘れらんないな。そう、デーバの、そう、真心君にとか、旧作エヴァの映画シリーズもほんと忘れらんないね。そう、まあ、新作エヴァの、新作のね、エヴァのシリーズは、まあ、あんまり覚えてない。そう、旧作、まあね、ちょっと前にさ、旧作と、旧作の、に、リスペクトしすぎて、新作の、ものを、なんか、こんなのは、みたいっていうのは、ちょっと、どうなのなんて話をしたじゃん。そう。でもね、私もやっぱそうだかもしれない。そう。エヴァンゲリオンに関しては、そう、そう、あの監督がやってる限りってなんだけども、まあ、新作のエヴァは、ぶっちゃけ、わかりやすすぎてね、退屈だったな。そう、丁寧すぎて。うん。そう。逆に、旧作のエヴァは、もうわからなすぎて魅力的だったな。あとはもう好み。そう。私は、まあ、新作、旧作のエヴァの難解な感じの、ほんともう何これみたいなのが、ものすごくね、好きだった。そう。うん。で、そうね、あとなんだろう。うん、まあまあまあ、そんな感じかな。そう、最近見た中で、ああ、そうね、そう、パリピ孔明なんかはね、響いたよね。そう、そう、そう、パリピ孔明も響いたな。ボッチダロックも響いたね。そう、あれ映画版になるんだよね。映画になるけど、多分総総集編みたいな感じで、まあ一部新しいとこを付け加えられるかもしれないけど、まあどうかな、まあ映画でどうかなと思っちゃうかな。そう、まあそんな感じで、まあ突き刺さるものは突き刺さるけど、まあアニメの場合は突き刺さるものを探すのにいっぱい見なきゃいけないから、ちょっと大変。うん。そう。まあ、そんなわけで、まあ、私はね、やっぱ私に突き刺さるものが好きなのね。だから、もう絵も写真も、まあ、突き刺さらないものは、ちょっと基本的にね、あまり描かれたくないってのが正直なところなの。そう。で、絵の場合、写真の場合だと、まあ、突き刺さらないというか、まあね、誰が見てもさ、綺麗なもの、可愛いものとかは、そう、誰が見ても、わ、綺麗と思うようなものは、なんかわざわざ写真しなくてもいいでしょとか、思っちゃうのね。そう。で、まあ、写真って結局さ、四角の枠の中じゃん。うん。だから四角の枠の中だから、結局、肉眼で見たものの迫力とか質感とかは絶対ね、写真には映らない。そう。うん。映ってるとしたら、それはもう、肉眼で見てるものを、別のものにフィルターをかけたっていう感じ？そう。うん。だから、例えば、まあ、あれだよ。ラッセンなんてそうだよね。そう。ラッセンは、本当、肉眼で見える世界を、本当、もう別のものに付け替えたみたいな感じだよね。そう。うん。そう、風景にしてもね、まあ、そう、なんて言うんだろうな。そう、やっぱ刺さるもの、刺さる、絵と、刺さる絵とか、刺さる写真があって、まあ、刺さらないものはね、そう、これこの人じゃなくてもさ、誰でも撮るじゃん、みたいな。ここ行けばさ、あなたじゃなくても誰でもシャッター切るでしょみたいな。さ、ただ、機材と多少の技術があったから、まあ、写真っぽく映るけどさ、みたいなのは、まあ、正直ね、私はね、そう、うん。まあ、100人いたら、70人ぐらいね、この写真いいねっていうような、そう、みんなライク押すそうな写真とかは、まあ、ぶっちゃけね、あんまり好きじゃないんだよ。そう、100人いたら30人が、うん、100人いたら10人がね、これいいじゃんっていう写真の中で、さらに、刺さるものが好きで、まあ、そういうとね、そう、だからね、私ね、インスタもそうなんだ、インスタグラムもそうなんだけど、まあ、ツイッターもそうだったんだけどさ、
そう、まあ、私のフォローしてくれる人、じゃなくて、私はね、いいねをしてくれた人の、写真は、インスタのアカウントはね、とりあえず、見に行くのよ。うん。見に行って、自分の好みの時だけ、フォロー返しするみたいな、フォローするみたいな。そんな感じなの。うん。だから、まあね、私の頃とフォローしてくれた人が、まあ、フォロワーが何十万人いようが、私の好み合わなかったら、まあ、ただの人みたいな。まあ、そんな感じ。そう。わあ、なんか、そう。あ、雲がないわけじゃないんだ。なんだろう、今日は春でもないし、秋でも、いや、久しぶりにちょっと早め出たから、朝焼けを見れるかな。うん。そう。まあ、太陽が出てくるとね、急に暖かくなってくると思うんだよね。そう。やっぱさ、なんか、最近もう、4時45分ぐらいに出ると、もう明るいからさ、明るいより暗いうちに出た方が、なんか、朝焼けとか見た方が全然なんか、テンション上がるな。そう、緑も綺麗だし。そう。まあ、そんな感じで、今日も歩いてるんですが、ちょっとね、写真タイム。この写真タイムの時に、写真を撮った時に、違うボタンをタップしちゃって、収録したのを全部消しちゃうっていうのが、まあ、よくあるんだよね。うん、で、そっからやり直しみたいな。今日は大丈夫。そう。鳥の声聞こえるかな？そう、信濃川のね、流域、特に長岡市の本当ね、雑木林、信濃川沿の河川敷に雑木林が多くて、すごくね、野鳥が多いことでも有名なのよ。うん。野鳥のファンの人はね、結構ね、野鳥を探すような、双眼鏡を持って、フロをしたりする。そう、まあ、それにしても、まあ、昔よりは減ったらしいけどね、かなり縮小してるけどね。私がちっちゃい頃もっとすごいもう雑木林だらけだったから。そう。うん。うん。まあね、年々さ、あれだよ、長岡祭りが、まあ、1990年代後半ぐらいから長岡祭りが、まあ一気に出客数が増えてきたわけよ。で、有料観覧席もできて、で、まあ有料観覧席の収益が、はっきりした数字、ちょっとわかんないよ。6億ぐらいだったかな？ 10 億って言ったかな？そう、まあ、なかなかの金額なわけよ。そう。うん。で、だからって、観光というか、まあ、ね、泊まれる場所はね、数が限られてるし、そう、まあ、交流人口が増えるけども、じゃあ、まあ、経済効果が、そう、街に観光客の人がお金を落とす方もそうでもなくって、そう、確かにスーパーとか、売り上げ伸びるけどさ、そう、まあ、まあ、どれほど経済効果があるかって、ちょっと私はね、なんとも言えないけどね。まあ、そんな感じなんだけど、まあ、今年ももうすぐ祭りの季節になるかな。うん。そう。そんなわけで、また、さ、今日何の話したっけ？突き刺さる絵とか、突き刺さる写真とかね。うん。そう。でね、もう一つね、私はね、まあ、自分のね、リズムが、あって、突き刺さる、写真とかを受け止めることができるときと、できないときがあるの。うん。受け止めるときは、受け止めることができるときは、なんかね、私自身のエネルギーがエネルギッシュなのかな。そう。で、受け止められないときは、もうダメね。そういうときは、まあ、近づかない。そう。まあ、それはね、展示会とか展覧会とかギャラリーとか、古典とか、もうそう。うん。なんかね、わあ、これはすごいなとか思って、もう突き刺されるような、エネルギッシュなものを見たときに、あ、今日はこれ無理だわってなって感じになっちゃうんだよ。うん。そうそうそう。まあだから、まあそういう、
脳には、まあ、そういう時は近づかない。そう。まあそんなね、ちょっと特殊ところもあって、まあでも特殊っていうかまあみんなそうだろうな。そう、もう一回写真タイム。はい、意識してればね、無事に、ボタン間違えないんだけど、意識しないでね、なんか、タラタラってやっちゃうとやっちゃうんだよ。このね、まだ朝焼けの、頃の、その、日が当たる、直射、日光が当たる前の、曇りの時とは違う、このね、緑のね、深い色がね、好きなんだよね。そう。このね、深い緑の森のね、色が好きでさ。そう。ほんと、この時間、そう、そうね、朝焼けのこの時間が、まあ、ギリなんだろうな。そう。あ、来た来た来た、ここ、そう。ここを、写真に撮ろうか。そう。まあ、3個ぐらいだな。そう。ちょっと撮ろうかな。そう。まあ、そんなわけで、もう一回写真タイム。今ね、写真撮ったところの正面に、こっから何キロぐらいかな ?50 キロぐらい離れてるところに、スカイツリータワーと同じ高さの山が見えるの。うん。そう。新潟県の名峰というか、霊峰というか、その名も弥彦山って言うんだけど、弥彦山は、ルローニケンシンの弥彦っていうキャラクターいるでしょ。弥彦っていうキャラクターは、この弥彦山から取られてるのよ。そう。なんで今花火が上がった?わからんけど、4時14分なのに真正面から、花火が上がったんだけど。まあ知る人ぞ知る新潟県花火大国なので、まあね、夏になると、どっかしらで花火大会があるみたいな、まあそんな街です。うん。そう、そのね、作者のね、方が、長岡市出身なので、まあ長岡にちなんだ、長岡ね、地名にちなんだね、キャラクターの名前が多いのにね。そう、うん。で、まあ見てる山は、弥彦山の弥彦から撮ってる。そう、弥彦山から撮ってる弥彦っていうキャラクターの、名前なんだよね。うん。まあ、ルローニケンシンもリバイバルされるとか、今年リバイバルされるって聞いたんだけど、どうなんだろうね。うん。なんか、急に、おしっこがしたくなってきた。困った。うん。まあ、渡ってしまえば、トイレあるから、まあ、そこで、トイレできるけど、そう。まあ、便座冷たいんだろうな。そう。うん。なんか、うんちもしたくなってきた。そう。まあ、お仕事の時間までまだ1時間ぐらいあるからな。職場のね、職場のさ、まあ、ジムの中だから、ジムのトイレはさ、便座あったかいんだけど、外のさ、腰トイレは便座冷たいじゃん。あれはね、ほんとね。まあね、男の子はさ、多分さ、便座が冷たいと思ったらさ、便座座らないよね。女の子はさ、便座冷たくてもさ、まあ最低ね、まあ仕方なくね、座るじゃん。もうほんと座った瞬間、ヒッ!みたいな、ほんと息が止まるような冷たい時あるじゃん、もう。ほんとね、辛いわ。まあそんなわけで、今日もね、24分ぐらい喋ってきましたが、まあなんかね、ネタが切れちゃったな。そう、何喋ろうか。ここでやめちゃってもいいってこといいけど、そう、なんかね、もう10分、15分ぐらい喋りたいなっていうのは、そう、今土手の真ん中でさ、ここでやめちゃってもさ、黙々とね、歩くしかないからさ、まあ、歌ってればいいのか。うん。そう、じゃあ歌おう。そう、歌おう。何歌おうか。急に思い出した。うん。
そう。今日ね、メモの中に、歌おうと思ってる、アニソンの曲を結構入れたのね。そう。あ、これにしよう。私のね、大好きな加藤登紀子さんの、紅の豚の、主題歌。こんなね、朝早くでも、なんか、一発目歌うのは緊張するのよ。うん。そう。今日は、UFO はいないね。そう。宇宙船いないね。うん、いないいないいない。昨日は結構ね、浮かんでたんだけどね。うんうん。昨日何かあったのかな。まあいいや。3、2、1、9。時に、あれ？どのテンポで言えばいいかな。時には昔の話をしようか。通い慣れた馴染みのあの店。マロニエの並木が窓に見えてた。コーヒーを一杯で一日。見えない明日をむやみに探して誰もが希望を託した。揺れていた時代の熱い風に吹かれて体中で時を感じた。そうだねって、これ、朝一発目に歌うにはちょっと厳しすぎたわ。なんだろう。ああ、そうだそうだそうだ。これならいいんじゃね？っていうのがある。そう。そう。しょっぱなかなか渋い曲歌うと、声が出るも何も、声のリズムもわかんないね。経験値チアップ。さあ、多分誰でも知ってる。うん。若くても若くなくても、だいたい一回は聞いたことあるんじゃないかな。うん。鼻水った時にさ、なんか、喉を通す、気道を通って、なんか鼻水がぐってなんか、お腹の中に入ってくるような感覚の時あるじゃん。うん。今ね、塊がゴクって中入っていった気がする。切ったねーとか思うけど、なんかね、もう、なんか気持ちいいよね。これはね、昨日から歌い始めたんだけど、まあまあ、声が出てる時だったら歌いやすいかなって。3、2、1、9。ごめんね、素直じゃなくて、夢の中なら言える。思考回路はショート寸前、今すぐ会いたいよ。泣きたくなるようなムーンライト。電話もできないミンナイト。だって順序をどうしよう。ハートは万華鏡。月。まだ声がなくて。月の日か。違う、急に高くなりすぎた。上げすぎ。うん。やっぱ一発目はなんか歌いづらいね。そう。ごめんね、素直。違う。出てないな、今日は。うん。ごめんね、違うな。ごめん、あ、そうだ。昨日は、そうだ。フランス語だと思うけど、ジャズバージョンのムーンライトネスと真似で歌ったんだ。あれはね、おじさんたちが歌ってから聞くんだよね。だから、そのバージョンでやってみよう。うん。けど、ごめんね、素直じゃなくて、夢の中なら言える。思考回路はショート寸前、今すぐ会いたいよ。泣きたくなるようなムーンライト。電話もできないミンナイト。だって順序をどうしよう。ハートは万華鏡。
月の光に導かれ、何度も巡り合う。そう。歌詞忘れた。星座のまばたき数え、占う恋の行方、同じ国に生まれたの、ミラクルロマンス。みたいな感じで。ずっとね、ありがとう、一定な、感じなんだけど、すごくね、ボンボンボンみたいな、そう、なんかね、ほんとあのヒチコックとか、ヒチコックじゃないな、ピッコロじゃないな、なんだっけ、ヒチコックでもなくてピッコロでもなくて、なんだっけ、チャップリンのあの映画になんかバックで流れてても違和感ないような感じの、なんかね、そういう感じのちょっとヨーロッパ的な、昔のヨーロッパのなんか古いね、あのサイレント映画のバックに流れそうな感じに歌ってるの。これがね、面白くてさ、もう一度二人でウィーケン、神様叶えてハッピーエン、現在過去未来もあなたに首いたけ、出会った時の懐かしいまなざし忘れない、幾千万の星からあなたを見つけられる、偶然もチャンスに変える生き方が好きよ、不思議なクロス、奇跡クロスして、何度も巡り合う、星座のまばたき数え、占う恋の行方、同じ国に生まれたの、ミラクルロマンス、信じているの、ミラクルロマンス、みたいな感じで。もっとね、もっとね、もっとほんと、多分ね、私よりね、ずっと年上のね、おっちゃんたちが、超渋々で、そう、多分フランス語だと思うんだけど、フランス語で歌ってるんだよ。だから、なんかね、ほんとね、ほんと悲しそうな声でさ、そう、フランス語だと思うんだよな。英語じゃないのは確か。英語だったら聞いてて、私も、何言ってるか、まあ、わかるから、大体わかるから。そう。で、なんかさ、もうほんと、で、あった頃の懐かしい、みたいな感じの、どんだけあの、お前なんか悲しいんだ、みたいな感じの、のなんだよ。でもね、YouTube であったんだけど、そう、動画はなんかね、ちょっと、パロディでコメディっぽいの。だから、なんかすごくね、印象残ってて、もう私ね、結構好きな感じなんだよね。そう。で、そのね、ボイスだけ抜いて、ボーカルだけ抜いて、もう歌ってみようかなと思うんだけど、まあね、なんか、ジャズ、もうね、バックはさ、いかにもね、コントラバスと、もういかにも、トランペットと、トランペット、サックスだったかな、サックスとピアノと、そう、いかにもジャズって感じの組み合わせで、まあちょっと、どうかな。やれるかどうかわかんないけど、ちょっと面白そうだなと思ってます。そうね。まあ、そんなわけで、4時半、そう、になったので、まあ、よろっとやめようかな。もう一曲歌おうか。何がいいかな。そう。あんまりね、まだね、土手の上で、民家がそんなに離れてないから、これをしよう。これね、森口博子さんが歌ってたのを発見したんだけど、
昔のね、ドラクエのアニメの、大の大冒険かな、夢を信じて生きていく。いや、違うな。まあ、ちょっとわかんない。夢を信じてっていうドラクエのね、アニメの、映画なで、徳永英明さんが歌ったのかな。それを、森口博子さんがジャズっぽくね、アレンジしたんだよね。そう。ちょっと歌ってみよう。いくつもの街を越えて行くのだろう。明日へと続くこの道は。行くあてもない迷い子のようさ。人混みに佇む君は今。恋することさえ恐れてた昨日に、失くした涙を探してる。夢を信じて生きてゆけばいいさと君は叫んだだろう。明日へ走れ、壊れた翼を胸に抱きしめて。そう。まあ、歌うとね、多分みんな、あ、聞こえやな。多分私と、同世代そう、43歳の私と同世代だったら、まあ、大体聞こえあるなと。うん。もう、昨日決めたの。1でも43歳って言い張る。そう。さあ、2番も行ってみようかな。そう。ちょっと待ってね。手を冷たい。ピッ。ピッ。2番なんか多分歌ったことないからし、読みながらだね。うん。自分の空を越えて行くのだろう。さよならに怯えず君は今。傷ついたことに疲れ果てた胸を、凍える両手に温めて。心のままに生きてゆけばいいさと君は笑うただろう。明日へ走れ、破れた翼を胸に抱きしめて。夢を信じて生きてゆけばいいさと君は叫んだだろう。明日へ走れ、破れた翼を胸に抱きしめて。まあ、最後にもう一回サビを持ってくるあたり、ちょっとね、ちょっと、昔の歌って感じだよね。今もうちょっと複雑よね。そう、ちょっと安易かな、なんて思ってるのが私だけかな。そう。うん。大の大冒険だったかな。でも大の大冒険のさ、エンディングとかで流れてたら、なんか良さそうな気がするしない？そう、まあ、そう。でもなんか、大の大冒険じゃなくて、ドラゴンボール、アベルの冒険とか、アベルのなんとかっていう、のがあった気がするんだけど、まあ、それの主題歌だったかもしれない。エンディング。まあ、でも、どっちにしても、大の、大、ドラゴンボール、ドラゴンボール、なんだな、リセットリフト。ドラクエのね、アニメの、主題歌かエンディングのどっちかだった。うん。ああ。
ようやく、ようやく着いた。そう。まあね、いつもね、これくらいの時間に寝てるから、そう、ああ、もう、ああ、朝焼けが、そう、林の中に入っちゃったら見えないか。いや、トイレ行くの忘れてた。その中で、今日も、どれくらい喋ったんだっけ？ですね、40分近く喋ってきましたが、まあ、別にね、いつものポイントについたので、今日はここで終わりにして、したいと思います。うん。これから、林の中に隠れて、そう、重たい荷物だけ置いて、重たい荷物は置いて、林の中に隠れて、ちょっと全力で歌いたいと思います。そう。さあ、よいしょ。そんなわけで、今週も最後まで ご視聴していただきありがとうございます。また来週。あ、そうだ。そうだった。リアルタイムで発信しないからな。そう、スプーンでご視聴の皆さん、今週も最後までご視聴ありがとうございます。YouTube でご覧の皆さん、また明日。バイバイ。また明日、またね。バイバイ。